Thank you.
Hey, 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 hey
昔のはるか彼方、女学校の傍らに一本の街道が乗っていた。
川の国今川村に通ずるという今川義元ゆかりの地、白っぽい街道筋にお休み処という色あせたレンガ色の上りがはためいて、バス停に屋根をつけたぐらいのささやかな佇まいだと、無人なのにお茶碗がいくつか伏せられていて、夏には麦茶、冬は番茶の用意がしてあるらしかった。商人、農夫、薬売り、重たい荷を背負った人々がここで一休みして喉を潤して、さあそれから町にお入りなさいとも言っているようだ。誰が世話しているのかも分からずに、自動販売機の空ぞらしさではなく、どこかに人の気配の漂う無人である。かつての宿場やお遍路道にはいまだに名残をとどめている跡がある。お休みどころ、お休みどころ、お休みどころ、やりたいのはこれかもしれない。ぼんやりと考えている15歳のセーラー服の私がいた。食べ物がある、食べ物が売られている、食べ物がある、食べ物が売られている、この2つの文章の間に横たわっている溝はとても深い。食べ物があるという言葉は食べる行為までの近さを思い起こせ、聞き手を安心させる。食べ物が売られているという言葉は現在から食べるまでの時間的ギャップを感じさせ、食べ物を買うだけのお金がある人間にはあることの大きな差異は生まれないが、それだけのお金がない人間には空腹が満たされない辛さのみならず、目の前にある食べ物が食べられないというもどかしさまでがついていく。2011年ウクライナ国籍の路上生活者がイタリアのスーパーマーケットで500円ほどのソーセージとチーズを上着の下に隠した。そしてパンの値段だけ払ってあとは盗んだ。裁判の一審では禁錮6年と100ユーロの罰金、そして控訴審でも一審が支持されたのだが、イタリアの最高裁は被告人は緊急かつ不可欠だった栄養摂取のためにほんの少しの食品を手にした、したがってこれは必要性に駆られた状況における行為だ、そう認定したのである。この判決は人道的な判決として日本でも話題に上ったが、この話を聞いた私はなんだか清々しい気持ちになったことを記憶している。このウクライナ人の路上生活者にとって、そこにあるものと売られているもののその差は犯罪という危険を冒してようやく埋まるものであったのだが、最高裁の判決は決まりにがんじがらめになりすぎてた身動きが取れなくなっている社会に風穴を開けるものだったからだろう。ではもし世の中に存在するすべての食べ物が商品という着物を脱ぎ捨てたらどうなるのだろう。無銭飲食が刑法違反にならない社会が今後登場するとはにわかに信じがたいが、この世に想像を規制する法律は存在しないし、しえない以上、私は想像してみたい。朝の新聞の広告から食べ物が消え、食べ物から値札がなくなり、スーパーマーケットの食品売り場から食べ物がなくなったとしたら、食べ物はどうなってしまうのだろう。
例えば家の近くの中華料理屋に行ってラーメンとチャーハンを食べた後、お金を払わずにお礼だけ言って店を出ることができる社会とは、つまり無銭飲食が刑法第246条の詐欺罪に問われない社会とは果たしてどんな社会なのだろうか。道端の棚に並んでいる野菜や魚を賞味期限が来てないにもかかわらず自由に持っていけるとしたら、それを利用できる我々は一体どんな気持ちになるのだろうか。大学の学食のお茶が無料で開放されているように、喫茶店では自由にコーヒーや紅茶やオレンジジュースが飲める社会とはどんな社会なのだろうか。たっぷりの豚汁の鍋が用意してある食堂があって、そこでは誰もが朝食を作るのをサボっているぞなんと言われずに自由に食べることができる社会であれば、どれほど朝の時間にゆとりが生まれるのだろうか。いつか食べ物に値段がついていた時代を懐かしむ時代が果たして今後来るのだろうか。もしも地域ごとに食べ物が集められて生きている人間に平等に分配されるとすれば、それはどんな社会なのだろうか。食べ物がある場所から違う場所へ動いたり加工されたりするだけでは一切富を生み出さない、貨幣と交換もできない単なるものになるとしたら、そんな社会はどんなことが起こるのだろう。
Thank you.